始めちゃった。よいしょ。あ、こんばんは。早い、陽子さん。ありがとうございます。お忙しいところ。こんばんは。なんか今日はこっそり一応月2回やんなきゃいけない、いけないかなと思って、こっそりやろうと思ってるんですけど、ノープランなんでなんかいろいろとなんかこんばんは、ありがとうございます。なんか今日はちょっとこっそりやりますっていう感じでノープランでやるんですけど、ですね、今日は鳥がねテーマなんですね。あ、こんばんは、ありがとうございます。宮川美智子さんもいらしてくださっちゃった。じゃあちょっとこんばんはって順番に、陽子さんでしょ、弥生さんでしょ、恵子さんもありがとうございます、美智子さんもありがとうございます、こんばんはって、あミルクさんもありがとうございます。あ、こんばんは。キエちゃん、なんかすごい、なんか今日全然なんかまあ、こういう日もありかなと思ってちょっとノープランでやってみますっていうか、まあちょっとね、その今度6月10日にやる中のちょっと組み込みたいなと思ってるやつの、まあ、実験も兼ねてどんな感じになるのかなっていう感じで、あつこ様こんばんは、山本様こんばんはという感じなんですけどね。ねえって言って、ありがとうございます。なんかどうですかね、なんか今日ちょっといつもと違う感じのことをやろうかなと。サルルさんもこんばんは、ヨシさんもこんばんは、ありがとうございます。なんかね、この貴重な夜の時間をという感じですが、ちょっと最初になんかね、その弥生さんが先ほど投稿で私がその今度のプログラム その出だしの話を朝のインスタライブでした時に、最初にねバッハの羊は安らか、羊は安らかに草をはみっていう曲で始まって、ちょっと映画みたいにそういうね緑の草原で羊たちが日向ぼっこしながら草を食べてる光景ってなんかこうあるじゃないですか。なんか そこで感じるなんかこう幸せな感じっていうか、なんかそういう感じをちょっと最初にこうなんとなくこう映画のスタートみたいな感じでこう始まって、で今度そこにきっとね鳥の声がしてくるんじゃないかなって言って、ちょっと鳥のみたいな感じでこうスタートしようかなと思ってるって話をしたら、なんか西表のね弥生さんが、西表にはなんか 牛が草をはんでいる安らかにところがあって、そこにアマサギって言ったと思うんだけど、アマサギっていうサギのね鳥が、羽がこの時期夏に衣替えするんです。夏仕様になるんですって。衣替えっていうか生え変わって真っ白になるんですって。で私は知らなかったんですけど、で西表にでいると、その羽がアマサギの羽がこの色になると夏になったなと思うんですって言って、でその写真を載せてくださってて、でその牛が草をはんでるところとかそういうところをなんか狙ってお忙しいのに撮ろうとしてくださったようなんですけど、なかなかうまくいかなくて、なんかご主人が撮ったやつをアップしてくださったって言って、ちょっとそれをちょっと 見ようと思ってて、見えるかな、これめっちゃかっこいいじゃないです。すごい、写真もめちゃくちゃうまいですね。なんかプロの写真。ごめん、逆なんだ。真っ白なのが茶色が出てくるのが夏なんだ。へえ、なんか人間だと夏になるとちょっと白っぽい服着て夏らしくとか言ってるけど、へえ、じゃあ冬はもっと真っ白なんですね。下のところですよね、胸のところみたいな感じですかね、これ。茶色のところってめっちゃかっこいいですよね。なんか鳥のデザインってすごいんですよね。
結構この首のところとか、なんかあの今日ちょっとだけやってみようかなと思ってるそのメシアンとかも、フランス語で鳥の名前書いてあると胸が白くて頭が、あ、胸が赤くてなんとかが白いみたいな、そのまんまが名前になってるのがね多いけど、でもう一個面白いのがこのアマサギさんたちが地上にいる時こんななって、なんか何やってるんでしょうね、なんか等間隔っていうか、でみんな同じ角度でなんかパターンの模様みたいじゃないです、なんかすごい可愛いんですよ。でこれまあなんか平和だなみたいな、写真を送っていただいた、送ってっていうか上げてもらったので、すごい可愛いなと思って見てたんですけど、アマサギっていうんですって。やっぱりなんかね、西表はもう南国なので鳥とかもいちいちなんか色鮮やかだったり、やっぱ太陽の光が強いと色が鮮やかになるんですかね、わかんないんですけど、そうなんですよね。だからいつもなんか知らない植物とか知らない動物とか知らない鳥とか、鳥の声もすごい鮮やかな鳥の声だったりしてね、なんですね。ということで、まあ、ちょっと入っていこうかなと思いますけれど、ちょっと一回停止しまして、まずなんかね、どうしようかな、いろんなね、結局鳥の声ってやっぱり世の中にあるいろんな動物とかの鳴き声ってあるけど、もうダントツ音楽的じゃないですか、もうメロディックだし、だからだってなんか人間が、なんかよくわかんないけど、人間がまだ歌とかそんなに歌ってなかった原始時代から多分鳥は歌ってたと思うので、鳥の真似とかでも、そのなんだろう、そう、原始人じゃない、原始人っていうか、その未開の地の人たちとか鳥の真似したりとかしますよね、よくね、そういうか。でとにかくそのでやっぱ音楽家って鳥に憧れてっていうところがあって、で昔から曲の中に鳥が出てくるんですよね。なんですけど、昔は、曲にねちゃんと型があると曲の方に鳥を合わせる、だからきちんとした何拍子とかそういうのがあって、その中にちょっとさりげなく鳥の声が入ってくるっていうのが昔のパターンで、ちょっとそういうやつを一個弾いてみようかなと思って。で、カッコウの鳴き声って分かりやすいじゃなくて、これもカッコウだけ、分かんないけど、カッコウ分かんないというか、カッコウこれだけだから、2つの音だから、カッコウってやっぱりみんなすぐ通り入れがちっていうか、それでダカンっていうね、フランスの作曲家のバッハの時代の人ですけど、バッハはドイツの人だけど、フランスのやっぱりその時代、同じ時代っていうと、やっぱりドイツらしさとフランスらしさとちょっと違うんだけど、やっぱりその時代らしさっていうのがあって、でそのきっと皆さん聞いたことあると思うんですけど、子供が発表会やなんかでも弾くことがある感じなんだけど、私はなんかご縁がなくて一回も弾いたことなくって、ちょっとこのためになんかすごい下手なんです。それで言っちゃいけないんで、なんかしかもなんか全然ちょっと初見みたいな感じなんですけど、でもどんな曲かわかるかなと思って、ちょっとその古典的な曲に鳥の声を取り入れたパターンっていうので、カッコーのカッコーって曲、本当にクークーっていうんだけど、フランス語でルクークーっていうカッコーの曲をね弾いてみたいと思います。Thank you.
曲なんですけどね、この時代ピアノがまだないのでチェンバロみたいな、あのチェンバロってわかるかな、あのああいう音ので本来はあった曲だと思うんですけど、こういう感じにあのちゃんとこうこれ4分の2拍子で、あのこういうこういうこういうのがあって、その中にちょっとっていうのが出てくるっていうのが、まあ、あの古典の時の古典の世界で、あのの鳥の登場の仕方っていう感じなんですね。それでその時代、同じ時代なんだけどもう一個そういう時代の飛行かなと思うんですけど、ラモーっていうね作曲家がいて、やっぱりこの人もあのフランスの作曲家なんですけど、フランスのバッハみたいな人かな。だからあの今の時代の人たち、今の時代っていうかあの、印象派とかみんなこうラモーを称えてとか、そのラモーのためにみたいな、そのオマージュみたいな曲書いたりするような、人なんですけど、この人は、鳥のさえずりっていう曲書いててなんですけど、今のあのダカンの格好よりはもうちょっと鳥っぽいというか、その鳥っぽさを、鳥っぽさっていうか、で鳥っぽさってどういうのかっていうことなんだけど、やっぱりこうトリルってわかるかな、こうでもこのねトリルとかとかこういう、こう繰り返してこう回転するようなとか、さっきのだってとか、こういうのってどっから来てるかっていうと、あのチェンバロなんですよね。でチェンバロはピアノみたいにペダルとかないし、その音もあのこうピアノは鍵盤を押してる間は鳴ってて離すと止まるけど、チェンバロはあのお琴みたいに引っかく構造なんですよね、中が。だから音が伸びないから、音を長く伸ばしたい時には隣の音とこう交互にくる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 って、あの代わり番号にこうずっと短い音を弾いていくことで長くなってますよって、こうやってたら長くなってるように聞こえるっていう風なやり方をやってたから、それがなんか鳥っぽいって感じになった。どっちが下げたかわかんないですけど、でなんかもうとにかくそうくる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 するんですよね、その時代のって。でそれと鳥をまあ結びつけたのかわかんないですけど、鳥のさえずりっていうのはやっぱりなんていうのかな、してるなとか思ったり、ちょっとじゃあ鳥のさえずりっていうラモーの曲も弾いてみますね。ちょっとこれまた意外と弾きにくいっていう。Thank you.
感じの曲なんですよね。これがまあ古典の時代の鳥の扱い方っていうか、まあこんな感じだったんですよ。でそれがまああと間ちょっと間飛ばしますけど、っていうかその間はまあ普通にベートーベンとか、まあ、でもショパンとかも前鳥リストとかはねやってましたね。そういえばちょっと今日今ここにないけど、そんなまあでちょっと今度現代の方に来るとそれまでだとその普通の今までのある既存の方に鳥の声を当てはめてたのが、現代になるともう鳥の方を主体になってだから鳥によってなんか型を壊されるみたいな感じになって、もう完全にこう今までのなんか理論を全部こう取っ払わないと鳥の音ができないっていうことで、なんか例えばなんか譜面見たらわかるかな、例えばこれ見たらわかるかな、なんかこうなんていう小節線がなんかこうもう何拍子も何もないっていう、こういうなんかなんていうのかな、なんか結局鳥の歌ってる声を譜面にすると異常ななんか複雑なことになっちゃうんですよね。それがなんかでもまあ鳥に忠実にってやっていったのが現代で、でなんかちょっとそうだな、例えばっていうので吉松隆さんっていう方の私結構好きな鳥のいる感想曲っていうのの中でちょっと順番に取り上げる。でもこれはこの鳴き声が何の鳥ですよって書いてないんだけど、だからある程度空想の中かもしれないんですけど、例えばっていうか鳥ね、でこれがまたいきなりとかこういう感じ、鳥の鳴き声いろんなのが続くんだけど、例えばこれね、音がどうなってるかっていうとっていう風に書いたんだけど、それをなんかどういう風に歌うって書いてあって、それで例えばとか弾くと、なんていうのかな、こう重さかけて弾くと鳥にならないんですよね。それでそれを鳥っぽくするにはなんていうのかな、こう迷いなく一息で、それでなんていうのかな、オンオフなんですよね、その徐々にとかだんだんゆっくりとかそういうの一切なくって、こうパッてスイッチ入るみたいに弾かないと鳥の声にならないと。でなのでこれを鳥っぽく弾くとするとちょっと鳥っぽくなる。だからその鳥が鳴いてると思う時ってものすごいいっぱいの音を正確にタタタタタって音程取ってやってるっていうことなんですよね。とか別の鳴き声だと、でもこういうのもいますよね、こういう声も聞いたことあるなと思うけど、全部重さを使わないで弾くっていうか、なんて言うんですよね、こう上に上に上にみたいな重力がないって本当に思ったんですけど、そうすると鳥っぽくなるかなって。そのなんか基本やっぱり鳥ってなんていうのかな、不思議なね生き物で、よくでも音楽の中でも、まあ、こういうのもバッチリ鳥っていう曲はまた別だけど、鳥が出てくるとメシアンなんかはこう曲の中で鳥が出てくると、そこでなんかちょっとあの世とこの世が交錯しますよみたいなお知らせだったりするんだけど、やっぱり鳥って結構あの世っぽいっていうか、だいたいこう空飛んでるし
普通に空飛ぶってちょっと普通じゃないじゃないですか。それでそのなんかね、その鳥の声を弾くにあたって、鳥ってどうやってんだろうって一生懸命観察すると、やっぱりなんていうのかな、ちょっと私たちと違う、なんか場所、違う次元っていうか、そのどっから声が出てるのかもちょっとね不思議な感じで、やっぱりこう重力がないっていうか、すごいこう刹那にいるというか、際にいるというか、すごいところにいるな。その例えば枝に止まってるでも、なんかあのあり方ってあのこうギュッてしがみついてるわけでもないじゃないですか。引っ掛けてるぐらいで、そのやっぱりこうなんか、それこそこうなんていうのかな、コアがっていうか、こうあのね、なんていうんだろう、あの浮いたところで止まってるっていうか、よ、まあ浮いたところでも止まれるけど、そういう感じで、なんかその引く時もそのすごいそういうのを考えてなんかやると、ちょっとあの鳥っぽくなったりとかするなとか思ったんですけど、こういうのもある。こういうのがで押して弾くのと、上から下に弾くのと、下から上に弾くのだと、なんかこういうのとか、こういうのも見てると、あーなるほどみたいにちょっと伝わりにくいと思うんだけど、なるほどみたいな感じは、なんていうのかな、その爆発とかね、やっぱ爆発感覚あるんですね、鳥のって。やっぱり鳥って、だからなんていうのかな、そのやなんていうんだろう、まあ、あの世っていうか量子ばか知らないけど、ところからビッグバンみたいにして鳴いてんじゃないかなってすごい思うんですよね。そのバンって、そのなんか あのだから、その下から上っていうか、中心からあの花火がパンって360度にこう広がるみたいな感じかもしれないけど、そういうなんか、だからその重さとか重力じゃなくて、瞬発発力というか、なんかそうなんですよね、とか、これだけの音が一瞬一息で、なんかこういうのかと、聞いたことあるような気はするけど、すぐできるんだけど、他の曲弾いててやったのかな、とかこんなね感じとか、まあなんですよ鳥って。それでそうなんですね。でそうだな、なんか何思ってたかな、なんかいろいろね、だからその鳥のね、鳥のあり方みたいなの
から行かないと鳥の真似が。でそのねメシアンっていう人のね紹介を、メシアンっていう人は結局まあ鳥にハマりにハマって、でもまあこの人もちょっと現代のバッハみたいな人で天才な人で、あの尋常じゃない仕事量の人だったんですけど、だからその何個かそのライフワークの軸があって、で民族音楽とか、それからまあいろいろその教会の音楽とかで、オルガニストだったりとかいろいろだったんだけど、一個鳥の声っていうのがあって、でそのまあマニアックに鳥の声を収集して、それでそれをまあすごい曲集にしてしたり、じゃなくても他の曲にもいろんなところに鳥が出てくるんだけど、あのメシアンはあのちゃんとこれは何の鳥ですって譜面にね書いてあるんですよね。よくこう記号でここフォルテとかピアノとか書くみたいな感じに鳥の名前がね書いてあってっていうのがね、まあ、メシアンなんですけど、そうですね、そのやっぱりなんか音楽家として尊敬するというか、面白すぎると思ったんでしょうね。やっぱその自然の音楽のなんか極致みたいなね、その人間じゃ考えつかないメロディーみたいなところで、そうですね、だからその世界、例えば日本だったら軽井沢とかちゃんと行ってテープレコーダー持って譜面持って鳥の声を、だからね、西表とか行ったらまたすごい興奮していっぱいいろんなの鳥の声採取したんだろうなとか思ったりしてたんですけどね。でちょっと今度名前のある鳥っていうのをやっていこうかな、順番にと思うんですけど、ルージュケアフロンバ、あの白びたい常びたきって書いてある、白い額の常びたきっていう鳥の鳴き声を、じゃあまずやってみますねなんか本当になんかねあれなんですよとかって見せてちょっと待ってね、これじゃあどういきなり弾いたらいいの、これだけ、こういう鳥の鳴き声。でもあのどっかで聞いたことある気がしますよね。それであの結局あの人間なあの鳳鳴だったっけ、なんか人の声で一人が歌ってんのに、あのなんか喉を共鳴させてなんか二重三重に音が出るような歌い方ってありますよね、どっかあのアジアの方とかで。そういう感じで結局その結構ぶつけてくるんだけど、その鳥の声って多分重なってんですよね、重層的に。だからこういうなんかこんなのとか、じゃあ今度味噌サザイの鳴き声ちょっと音だけある、こういう音なんだけど、まあ鳥っぽくっていうと、これが味噌サザエ、まあうるさいんでしょうね。今度はヨーロッパコマドリ
っていう音なんだけど、なんか聞いたことあるような気がしますけどね。で、あ、これが黒歌、あの前になんかあ、じゃあ黒歌鳥の話、黒歌鳥ね、今さっきちょっと探してきたんだけど、黒歌鳥っていう鳥知ってます？なんか結構私この間何かで、どのぐらい前かな、ちょっと前に黒歌鳥の話をしたら、いろんな方が黒歌鳥について送ってくださったんですよね。でそれをさっき探してきたんだけど、ちょっと黒歌鳥先に、あ、さ、じゃあ弾くの前にちょっとじゃあそのお話ししようか。私が初めて黒歌鳥に出会ったのは、パリからっていうか、まあパリから 2,3 時間のところの蒼龍っていう町があって、そこにあのベルナール・ロワゾーさんっていう人のコートドールっていうレストランホテルみたいのがあって、でなんかそこに行くのが父の夢で、でなんか本があってね、星に疲れた男みたいな、あのミシュランの星の、まあ、星のレストランだったんだけど、でそこにずっと行きたいって言ってるから、やっとなんか行くことになって行った時に、日本から行ったからなんか最初時差があって、すごい早くに4時とかぐらいになんか目が覚めちゃって、それでなんかなんとなくこうぼーっとしてたら、カーテンの向こうの方の中庭の方にこうなんかチラ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 って動く影があって、でなんだろうと思ってそーっと見に行ったら、鳥がね、1羽の鳥がいたんですよ。でその鳥しか見えなかったんだけど、あの中庭がこう芝生になってて、でその真ん中に一本の木が立ってて、でそのてっぺんにその鳥が止まったんですよね。それでまた止まったら、ちょっとまた周りなんかあっちでこっちたりして、また真ん中に戻るっていうのを、一人でなんかこうまるでそのお庭を点検してるような感じでうろうろしてて、でそれを何してんだろうなと思って見てたら、まあ、最後その木のてっぺんに止まって、でちょっと一息置いて、それで一気で長いメロディーを突然歌い出したんですよ。それまで静寂だったんだけど、でそのまだ夜が明けるギリギリぐらいの時間に、夜明け前かなの時間に、その黒い鳥が木のてっぺんで、なんか夜明けの合図みたいに長いメロディーで、ちょっと日本の鳥では聞いたことないっていうような歌を歌ったんです、歌い上げたんですよ。それでそれに聞き惚れてたら、それを合図にして、その鳥が歌い終わった瞬間に、どこにいたか全く見えなかったんだけど、その周りで隠れてたたくさんの鳥が一斉に歌い始めて、でもう急に賑やかになって、で朝だってかせ、夜が明けてきてっていう日があったんですよ。でそれがまあ多分その最初の鳥がそこのお庭の主みたいな感じで、でそのみんなは彼が第一声を発しないと、その待ってんのかな、そうじゃないとなんか余計誰かが第一声やっちゃいけないようになってるのかよく分かんないんで、リスペクトしてるのか分かんないんだけど、そういうね経験があって、でそれを何の鳥なんだろうねと思ってたら、その話をしたら、鳥に詳しい方が、それ黒歌鳥じゃないですかって言って写真を送ってくれたんですよ。そしたらその鳥だったんですよね。でそのちょっとその写真もさっき探し、黒歌鳥ね、黒歌鳥、これが黒歌鳥、本当に真っ黒なんですよ。
でこの鳥がその蒼龍っていうところのお庭のなんか木のてっぺん でやっぱりその歌がうまくて有名な鳥だから、まあ、あの黒歌鳥っていう名前もついてるらしいんだけど、可愛かったんですよね。ちょっともう一個黒歌鳥の写真があるかな。こっちはちょっとなんかちょっとデブな黒歌鳥でも可愛いんですよね。でそれでその後なんかメシアンの曲をやった時に譜面に黒歌鳥って書いてあったんですよ。で、あの時の鳥だと思って、でそのやっぱりさっき今いっぱい弾いたその鳥のね音ってみんな超短かったじゃないですか。でもやっぱり黒歌鳥はちょっとね違うんですよね。なんか他とちょっと異質な感じでなんか長いんですけど、でなんかそんな話をしてたら、クロウタドリについて、教えてくれた方がいて、あそう英語名はブラックバードっていうんだ、でフランス語名はメルルノワールっていうんだ、そうみんなの黒がつくね。それで結構みんなブラック、クロウタドリね、なんか有名だったっぽくて、ジョン・レノンの未発表曲にブラックバードっていう曲がありますって教えてくれた人がいました。彼の死後ビートルズ名義で発表されていますねって。なのでやっぱりブラックバードって注目っていうか歌が上手で有名みたいですよ。それで他にもなんかこれはなんかクロウタドリはユーラシア大陸全域に生息する。日本にもいるのかな。なんか日本で見かけられるこの鳥、日本で見かけられるんだ。シジュウカラ、カササギ、ムクドリと並んでどこでも見られる鳥ですって言うんだけど、私は日本で見たことないんですけど、でもなんか日本の名前が一番素晴らしいとか、やっぱり名前に歌がついてるからね。でジョン・レノンが作詞、ポール・マッカートニーが作曲して、かつ一人で録音した弾き語りの曲がまさにこの黒歌鳥で、この歌の冒頭に歌われているようにこの鳥は夜中にも鳴きます。この歌が何とも透き通ったいい音色なのです。鳥のことね、例えて言えばフルートと日本の横笛を足して2で割ったような音質を強いトーンで1時間以上にもわたって鳴き続けるのですとかって言ってますね。だからやっぱり長い、だから息が長いんですよね、一息が。でやっぱり鳥ってやっぱりその息継ぎとかしないし、なんか一気に鳴くんですよ。そうっていうね、鳥で、そこまで言ってなんかすぐ終わっちゃうんですけど、トクロで出てくるって言っても短いけど、ちょっとクロウタドリ、クロウタこのままちょっと言って、もう一個、あびっくりした、ちょっと待って、クロウ、こっちの方がなんかそれっぽかった。すぐもう5秒ぐらいなんですけど、でもさっきのね、例えばさっきのこれ、例えばなんだ、白びたい、常びたきとかだと、これだけだから、とか、味噌サザイ、とか、ね、やっぱり短いですよね。ヨーロッパコマドリ。短い。でクロウタドリはどんな感じかっていうと、こんな感じ。ちょっと歌っぽくないですか？なんか。ありがとうございます、サルルさんね。もう一回やってみますよ。you
一息で歌うと思うとやっぱりなんかすごいな、だからな、どう歌ってるのかよく分かんないんですけど、やっぱりなんか破裂っぽいんですよね、なんて爆発っていうか、こうそれこそ、しかもそのあれなんですよ、夜明けの瞬間にそのなんかこう世界をこうもう一回こうなんて言うんだろう、開くみたいな泣き方なんだったんですよね、その黒たどりが。でなんか一息っていうのもなんかねかっこいいっていうのと、でそれ真似しようと思うと、さっき言ったみたいになんかベタベタ、例えばこういう風になんか弾くととか、なんか重さで弾くと緩んじゃうというか、何なんでしょうね、なんかだから多分本当はなんか時間がないっていうか、それがパッて出るみたいな感じ、なんかちょっと説明してもあれだけど、そんなねなんか気持ちでやるとちょっとは鳥っぽくなるかなみたいな、本当になんか内から外みたいな、なんかこんな感じ、これがね黒歌取りだったんですね。ということで、ちょっと、そうだ、じゃあもうあとじゃあ1個だけ飯は、いっぱいね、鳥がいっぱい鳴いてるみたいなやつもあったんで、それだけちょっとやって、っこういう感じ、まあ鳥っぽいっちゃ鳥っぽいですね。でじゃあなんか最後はちょっとその即興の中に今出てくる、来てくれるといいなっていう感じでちょっとやってみたいんですけど、その前にまたこれも今日ちょっとまたこれ下手なんですけど、なんて言っちゃいけないんだけど、せっかくなんでそのね、今日最初に弥生さんがね、写真をね、西表で牛さんたちが平和に草をねはみってはんでるところに、何だったっけ、アマサギが、羽が夏仕様になって空を飛んでるっていうね、っていう写真をねいただいて、あげてたので、これですね、このかっこいい感じで、ここ下には本当はなんか安らかに羊とか牛とかが草をはんでるかもしれないので、そっから行こうかなと思って、でもなんか練習してないんですけど、ちょっとヘッドなんですけど、ちょっとなんとかしなくちゃいけないんで、まあちょっとじゃあこれは変えて、だからその羊は安らかに草をはみっていうのからやってみようかなと思います。即興に入ろうかな。そのなのでなんかね、どっかまあドイツでしょうね、バッハだから、その草原で羊さんたちがたくさん、ちょっとでもさっきのこの写真もなんか、これはねアマサギがいっぱいいるんだけど、これとは違うけど、でも羊さんたちがたくさん幸せそうに草を食べているっていうのどかな光景を思い浮かべながら聞いていただきまして、なんでもない平和なっていう、そういう日の感じ、それでその後ちょっとなんか即興みたいな感じにしてみようかなと思いますので、じゃあバッハのカンタータって教会のミサのために書かれていた羊は安らかに草をはみっていう曲を
聞いてから、鳥の声をちょっと最後にやってみようかなと思います。ではお願いします。Thank you.
なんかこんな感じで途中でバッハになっちゃったんですけど、まあちょっとね今日は異色な感じでしたけど、どうなんですかね、ちょっと後でちょっとよく反省してみたいと思いますけれど、ちょっとね取り入れ、まとめてみました。今日はありがとうございました。そうですね、なかなかねなるほどなっていう感じでしたね。ちょっと紹介の仕方をちょっとそうだな、まあでもそんなにね長い時間はやるわけじゃないので、パッ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 といろんな鳥の紹介をしたりしながらですかね。リストとか見るとよかったかなとか思ったけど長くなっちゃうんで、まあねそんな感じですね。今日はありがとうございました皆様。なんかノープランもいいとこだったんで今日、そんなんかこっそりやろうと思ったんですけど、なんかこんなたくさん聞いていただきましてすごい、ちょっとすごいなんかありがとうございますっていう感じでございます。そうですね、でもなんかすごいここで一回やるといろいろとあそこああしたらいいんだなとかすごいあれになりました、勉強になりますですね。だから鳥のね扱い方も全然違うなっていう感じはちょっとあれかな、その古典のね昔の時代の鳥の扱い方とそれから今現代のっていうのもだいぶ違うし、そんな感じですね。というところでこんな感じかな。ありがとうございました。多分来週今月もう一回来月にあ違う来週またなんかなんかやると、あそうだなんか多分まあだからってわけじゃないけど、その一日一即興が多分もうすぐ2000なんですよ。だから何ってわけじゃないけど、まあちょっと即興かな、即興っていうかなんかのテーマで今月中にもう一回やりたいなと思ってますけれど、ありがとうございました。黒歌鳥、ちょっと途中から名前いっぱい言ってたんだけど言えなくなっちゃったけど、皆様ありがとうございました。そんなエミさんとかいらしていただいて、エリさんとかちょっと言えないね、ありがとうございました。サルルさんとヨシーちゃんととかナナカちゃんととかちかこさんもありがとうございました。黒歌鳥ね、黒歌鳥はねぜひ聞いてほしいです。なんか日本にねいるって言うんですけど、どっちの方に、あったかい方にいるのか寒い方にいるのかちょっとねわかんないんですけど、でもまあフランスの田舎軽井沢あたりいるのですかね、わからないです。あセレブ夫人もありがとうございました。どうですかね、ちょっとねなんかまあなんか実験なんで鳥で通すという鳥で1時間通すというなんか実験でした。ありがとうございました。まるで自然の中にいるようでしたなんて言っていただいて優しいありがとうございます。サルルさんもありがとうございました。そんな感じですね今日はね、ちょっとなんかなんかやろうかな、なんかでもなもう鳥はね鳥なのでやっぱりなんかでも感想として狙うと難しいなって、鳥この間ね輝くじゃない命か輝く命か命かなんかそんなテーマで即興頼まれまして、その時にも途中から鳥出てきたんですよね。で自然に出てきた方がなんかねなんかちょっと無理やり出てきてよって言うとなかなかまあ出てきてはくれましたけど、なんかもうちょっと一人歩きしてほしかったなみたいなのが今日のね感想ですかね。
あのみちこさん、あの2000おめでとうございます、まだだと思うんですけど、またね、これこの間も朝言ってたんですけど、カウントが私がなんかダブって書いちゃってる日が何日かあって、多分実際よりもなんか少なく、まあでももういいですよね、あのこれでなんかちゃんとカウンターなんとかで数えるとなんかちょっと多いなと思ったんですけど、どこで修正していいか分かんないみたいな感じで、あのこれあの私の間違えた、ま、間違えた分かんないけど、あのこれがまたそのこの今の数字でいくと6月10日が2000になるんですよ。なんかその方がなんかいいような気もするんで、そのままにしとこうかなとか思ったりしてますけど、そんな感じでミルクさんもありがとうございました。なんかちょっと聞きにくかったと思うんですけど、そんなのをなんか あの長い時間お付き合いいただきまして、今日もありがとうございましたという感じで終わりたいと思います。素敵な夜をお過ごしください。もうちょっとね今日、そしてまた明日もあのいい一日でありますようにという感じです。私はまた淡々と明日もやってますので、お会い、全然聞かなくていいんですけど、というところです。では、で、6月10日に向けてやってるんで、そこではもうちょっといろいろと整理されてというかになると思います。すごいすごい今日も役に立ちましたのでって言ってはいけないんですけれど、そんな感じですね、ということでした。ありがとうございました。では終わりたいと思います。では、また次回来週にって感じで、夜はね、皆様お忙しいところありがとうございました。では失礼します。ありがとうございました。写真ありがとうございました。勝手に使っちゃってごめんなさい。じゃあ終わります。失礼します。